皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、これもね久しぶりだと思います。まあ購入品がね最近続いてるんですけど、またちょっと購入品にはなってしまうんですけども、こちらのアイハーブ久しぶりに頼みました。正月のね福袋を、あのレブロンのねラッキーバッグのコスメ福袋しか買えなくて、でなんか欲しいなと思ってて探してたんですけど、なかなかねなくって、だったらそうだ、久しぶりにアイハーブで頼みたいものもあるしと思って、今回はいお正月休みに頼んで届いたのでご紹介していきます。はい、今回はねといっても、まあリピート品とちょっとあこれ面白そうってものと、あと試供品みたいなやつとって、まあいろいろ買ったんですけども、まあ相変わらずな感じですまあでもあの調味料とか今回はありません。ちょっと思ったよりちっちゃくてびっくりしたんだけど、このコップなんですけど、紅茶とか飲むときにそのままこう茶葉を入れてそのままお湯が入れられるみたいな、これです。何なんだろうこれ。しかもどうやって開けるかがいまいち。あ、ここ回して蓋を取ると、え、何これ、もしかしてこれをここの茶葉なんか紅茶入れてコップにこう入れられるってやつですかね。私よく見ないで買っちゃったんですけど、まあそういうものです。これまああればあれで便利だと思うので、まあね茶葉じゃなくてもティーパックをこの中入れてそのままコップに入ってお湯を注げば飲める感じだと思うので、これは使えると思って買ってみました。私勝手にちょっと今勘違いしてて、あのコップがついてて、それでこれがついててっていうものかと思ってたんですけど、どうやら違ったようで、これはね、これで便利だと思います。いろいろスキンケアとかも欲しくて見てたっていうのもあるんですけど、こちらになります。ナイトクリームですね。はい。一応ね、なんか夜用のクリームみたいな感じで書いてあって、で、トマトとか、ホワイト、リリーって読むのかな?とか、いろいろ配合されてるクリームですね。私、スキンケアって、だいたい、化粧水やって、美容液やって、まあ、乳液か、こういうクリームを塗ってるんですけど、まあ、今回はこういう、なんか、乳液も良かったんですけど、クリームにしてみました。今寒いし、ちょうどね、季節的に肌もさ、こう乾燥しやすいので、夜ね、クリームしっかり塗って寝ようかなと思って、で、アイハーブで、買い物するならいっぱいなんか色々出てくるので、これを見つけたので買ってみました。ちょっと開けてみます。こんな感じになっております。はい。で、ちょっとね、クリームはこんな感じの、なんつうんだろうね。ちょっとこっくりしてる感じかな。うん。手のひらに塗って、手の方か、に塗った感じだと、なんかすごく馴染みやすい感じのクリームですね。でもちょっとさっぱり感の方が強い気がします。香りは、なんか花の香り、ラベンダーに近い香りかなって思います。前回の動画で視聴者様にスキンケアをいただいたので、その、まあ化粧水と乳液のセットだったので、その後に塗るクリームとしても使えそうなので、はい、こちら試していきたいと思います。そしてね、リピート品が2つあるので、そちらを紹介します。こちらです。これ、前回のアイハーブで、買った、匂いが違うものです。これハンド&ボディに使えるもので、もううちってお風呂場にあの洗面台があるんで、独立洗面台とかではないので、
そこのところにこれを置いてあって、で、これで、ボディーソープとして使うとちょっと物足りないので、手を洗うときに基本使ってるんですけど、ボディーソープを、にちょっと足してとかを使ったりしてたら結構あっという間になくなって気に入ったんですよね。朝トイレ行ってそのまま歯を磨いたりするときにちょっと手を洗いたいときにこれワンプシュプって取って手を洗ってから歯磨き顔を洗うってことをやってるんですけどちょうどいいんですよ、うん、でこの量だから消費が遅そうに見えるんですけど案外使うでボディーソープとしては結構量を使うのでこう無添加より、うんオーガニック寄りな感じなので泡立ちがやっぱ弱いんですよボディーソープとしてはねやっぱりちょっと多めに出さないとっていうところがあるのでハンドソープとして使うのが本当はいいんだろうけど一応ハンド&ボディということでまあ洗面所に置いて気分で使ってるんですけどリピートするなら違う匂いをってことでこちらにしました。今回はホワイトティーの香りにしてみました。ね、どんな香りか楽しみです。それでもう一個ね、リピート品になります。こちらになります。これはシュガースクラブです。やっぱ砂糖のスクラブの方が、やっぱりね、塩スクラブより、こう体をマッサージしやすいっていうのと、やっぱ溶けがね、溶けるときに、痛くない。染みないから使いやすいんですよね。で、今回はマンゴーの香りにしてみました。でね、こちらはね、多分すごくマンゴーの香りだろうと思って、前回、今使ってるのがもうすぐなくなんですけど、ガマの匂いがすごかったんですね。なので、絶対このシリーズいいと思って、違うのも買ってみました。やっぱり相変わらず美味しそう。これね、舐めたいもん。本当にそれくらいすごく香りがしっかりしております。今使ってる方のパッションフルーツ&ガバだったかなの香りなんですけど、香りはしっかりしていますし、その肌をね、こうマッサージして、洗い流した後の肌の感じ、すごくスベスベして、しかも匂いが甘いから、なんか全身甘い香りに包まれた感じで、すごく気に入ったんです。なので違う香りとしてこちらを、はい、今回は試してみてみます。またね、よかったらまた、あとね、多分2個ぐらい違う香りがあるっぽいので、そっちもちょっと使ってみたいなとは思っております。はい、この2つね、リピートしました。すっごくちっちゃいんですけど、こちらです。セラムになりますね。ビタミン C のセラムです。パッケージ見ると、ああ、有名なやつだってきっとわかるんですけども、こんなちっちゃい感じなんですけども、まあね、このパッケージできっと皆さんわかると思うんですけど、導入、まあ、美容液って形で売ってるもので、化粧水とかする前のね、スキンケアする前の導入の役目があるってもので、こちらをね、ちょっと買ってみました。こんなちっちゃいとちょっと思わなかったんですけど、はい、とりあえずね、化粧水のとか、そのスキンケアの浸透が良くなるかなと思ってこちらを買いました。もうこれをね、スキンケアに取り入れようかなと思って買ってみました。これです。E ビタミンスティックです。乾燥する場所に塗り込むタイプで、例えば化粧直しの時に、一回こう、落ちたところを直す前にこれをね、塗り込んで、また化粧直しするとか、例えば、今メイクをしています。ちょっとこの辺が荒れてきてると思ったらちょっと塗り込むとか、そういう風に使える、こういうスティックだったと思います。面白いなぁと思って、
まあ、持ち歩くスキンケアの、まあ、スティックみたいな感じかなって思うんですけど、なんかいろいろ探してたらたまたま出てきて、ああ面白そうと思って買ってみました。なのでちょっとね、試しに持ち歩いて使ってみようかなとは思ってます。アイハーブってほんといろいろあるので、いろんなとこを時間かけてみないと、実はこんなのあったんだっていうのが結構あるので、買うときはね結構よく見るんですけど、こちらのスティック、この乾燥時期だからこそね、鼻がちょっと荒れてます、ここら辺の口角がちょっと荒れてますとかね、それ気づかず歩いてたらちょっと恥ずかしいとか、人によってあると思うので、まあ化粧などをしとか、まあたまたま鏡を見た時に、あ、ちょっとここ、なに、粉吹いてるなとか、あるじゃないですか、この時期ね。そういう時にこういうの一本持っとくといいのかなと思います。はい、これちょっとね、試してみます。今回のお買い物最後になります。珍しく、こちらね、知ってる方いるかな？何で見つけたんだろう。なんかファンデーションなんですけど、たまたま見つけたんですよ、これも。で、なんかカバー力といい、なんかいいっぽいので、ちょっと買ってみました。で、ファンデーションって結構ね、今回レブロンでまたついてきたりとか、アマゾンでもね、買ったりとか、いろいろしてるんですけど、そういえばアイハーブでファンデーションって確か買ったことないなぁと思いまして、なんかこのパッケージの感じとかかっこいいし、なんか今まで持ったことないファンデーションだったっていうのと、確かね、今週のブランドとかアイハーブってあるじゃないですか、多分その中のやつだったかな、はい、多分ね。で、こういう風にプッシュ式に、はい、なっておりまして、ちょっと出してみるんですけど、まあ、こういうお色ですね。はい、で塗り広げてみますと、あ、一応ねこれライトって書いてあるんですが、ここに塗ったんですけど馴染んじゃってますね全然わからん、色味的にわかんないんですけど、もう肌の色に合いそう。あ、なんかね、あれ、これ私あれ塗ったからその香りかさっきのクリームの香りかな。ちょっとこっち側に出してみます。さっきのスキンケアの香りが残ってて、その香りしかしなかった。あ、でも、何の香りって言ったらよくわかんないんだけど、うん、なんかちょっと香りがありますけど、気にはならない香りで、で、私の肌には、うん、合う感じかなって。今日使ってるのはレブロンなんですけど、なんかちょっと白いですよね。うん、でも肌の色と違いがないので、首の色とね違和感ないんですけど、まあ、こっちのレブロンのファンデーションもね、馴染みが良くて肌がねすごく綺麗に見えるんで気に入ってはいるんですけども、こちらもね、まあ、肌に合ってる感じなんですけどね、腕に塗った感じではね。顔につけたら、もうちょっと、もしかしたら暗めになるかもしれないんですけども、すぐ馴染んでくれる感じはします。ベタつき感がもうないので、いい感じかもしれないです。このね、口コミもね、結構良かったので、買ってみた。私は買ってみたんですけども、うん、ただ肌につけた時に私の肌の色に合うかはちょっと今の時点では不明なんですけど、こっちもねカバー力とか良さそうだし、うん、ちょっと楽しみにしております。最近別にファンデーション、新しいファンデーションを試してみようとかそういう感じで買ってるわけではないんですけど、やっぱ新年だし、まあ、いろんなものをやっぱり試していきたいので、アイハーブでもなんかないかなって見たのをきっかけにこのファンデーションに出会ったんですけど、それがね、いい方向、悪い方向かちょっとわかんないですけど、またね、どっか SNS かな、うん、とかでお知らせすると思います。はい、アイハーブの買い物は以上になります。はい、アイハーブって私、年に、
年で2回とかなんですけど、この1月のシーズンに買うのは初めてで、で、iHerb って結構週ごとにそのブランドが変わったりとか、あとなんか安くなったりね、するので、ちょくちょく見た方が本当はいいんでしょうけど、そんなにね、買うものがないので、まとめてこうやって買うんですけど、どちらかというと、まあ、スキンケアとか、ボディケアとか、まあ、そんな感じの方向になったんですけど、はい、全部ね、なんか試してみたい感じと、リピート品と、はい、って感じなので、まあまあ、満足した買い物ができたとは思います。これで、いくらだったかな？まあ、5000円弱で買いました。で、今回、ご紹介したものはね、全部すべてね、貼り付けておきます。はい。画面のね、こっち側とかに、その買ったものをね、貼り付けて出すと思いますので、私が買った時の値段も一緒に貼り付けておきます。そしてね、概要欄の方に私のね、クーポンコードをね、iHerb の貼り付けておきますので、よかったらね、iHerb 初めて買い物してみたい。使わせてほしいって方がいましたら、ぜひ使って買い物をしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram フォローよろしくお願いします。YouTube の、生配信はね、土曜日の夜にやっておりますが、投稿コミュニティの方にですね、やるときのみなんですけど、お知らせをしていますので、そちらで、お時間が合う方はね、遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。